特急に名前出させてもらいました。見てるそこ覚えててくださいね。もう今回ちょっとこう方をね、一人ずつ皆さんにねお伝えしていきたい、バックをしていきたいなと思いますので、てってれってれって聞こえますか。とりあえずお整理しました。見えますか。これがタワシがちょっとね、今までねダイワという会社に携わってきたね仕事仲間たちなんですけども、見てるそこ、もう後戻りできないからね。もうこうやってカメラ回しちゃってるから。星マークはこの木々の中でも特にご飯行ったりとか、スターバックスのカフェとかね、いろんなところをねちょっと一緒に行かせてもらって仲良くさせてもらってるんで、関係がちょっと深い深い関係ですわ。で、ちょっとごめんなさい、この青線、キーせんでください。ごめんなさい、途中でインク切れちゃって、あんまキーせんどいてください。インクは切れちゃいました。すみません、はい。説明パーッとしてきますわ。大王社長はね、僕がね、すごい人生を歩んでた時に声かけてくれて、一緒に仕事をしてくれないかと、お話いただいてありがたいことに今、一緒に働かせてもらってます。こうやってカメラ回してるのも、この方のきっかけですわ。ちょっと皆さん理解してくださいね。僕もやりたくてやってるわけじゃないからね、はい。社長が今、カメラ見てると思うんすけど、覚えててくださいね、もう。これで僕のことを解雇とか給料落とすって言われても僕はもうたまったもんじゃないんで、関係性は続けてください。はい、次ね、ヤマト。まあこれ、ダイワスーパーの店長ですわ。はい。この人をちょっと飛ばしますわ。僕あんま好きじゃないんですよね、このヤマトっていうと。で、りょうすけね、りょうすけ。秘書ですわ、社長の。で、とにかくイケメンですわ。で、次、これ、星マークついちゃったよね、ソウスケ。これ昔から同級生なんだけどね。20年ぐらいの付き合いなんですわ、はい。まあ同級生のね、これからね、いろんなね、話溜まってるんでね。次ね。聞こえますか？聞こえてますか？聞こえてる？大丈夫ね。大丈夫ね。ついてこれ。はい、次ね。ゆうすけ。これ、ダイワスーパーのお魚担当してますわ。そんなにさばくっていうぐらいさばいてますわ。一回見に来てください。びっくりするぐらいさばいてますわ。ほんとに。何もない空間をさばいてる時もあるんで。次、これ星マークついちゃってる。りょう。りょうはね、ちょっとね、一緒にカフェオープンしてからね、ずっとね、二人三脚でね、引っ張ってってきてますわ。はい。相方みたいな、相棒みたいな、サポートセンターみたいなね。なんでサポートセンターは、みたいな。りょうもね、今回ちょっといろいろさばかしていただきますんで。で、カイト。まあ、こいつはええわ。次、星マークついて、コバね、この子はね、気づいたら何か言いましたわ。最近付き合いも長いということで、ご飯もよく行ってるということでね、こいつのねちょっと裏をね暴いてっていこうかなと思います。もう嫌われる角度ですわ。はい、次ヒロム。ヒロムはね、シェイヒロムでね、昔ホテルマンだったらしいんですけど、ホテルマン時代からのね黒歴史、いろんなことを暴露していきたいなと思いますんで、以上ですわ。今回ちょっとこう方をね暴露していきたいなと思いますので、次回あ、お疲れ様です。何してん、ガーシーさん。あ、ガーシーじゃないです、タシですね。お疲れ様です。聞こえますか。ちょっとね、りょうすけさんのねあれをバラしたいなと思いまして。ダメ、絶対ダメ。聞こえますか。そんなテカテカしちゃったっけ。やめてくださいよ、怖いな。出ないよ、全然。ストーク、今何時？今何時？これなのお電話なの、これなのお